条文が多いので六法で確認してください。379条から386条です。今回は抵当権消滅請求の解説です。抵当権のついている不動産を購入した場面を例に解説します。取得原因は売買に限られないので注意してください。建物に抵当権が2つついています。抵当権者は A と B です。この建物を第三取得者が買いました。せっかく買ったのに抵当権がついてるのは嫌だな。ということで、民法には取得者側から抵当権を消滅させる方法が用意されています。まず、書面で抵当権消滅請求をします。この請求は、抵当権者全員にする必要があります。書面に記載する内容は383条を見てください。この書面を受け取った抵当権者の対応は、承諾する、抵当権を実行する、無視するの3つです。抵当権者のうち1人でも抵当権消滅請求に反対して競売を申し立てた場合、抵当権者全員が競売手続きに参加することになります。期限内に消滅請求に対する回答をしない者は、消滅請求に承諾した者とみなされます。承諾します。承諾みなしも含めて、抵当権者全員が消滅請求を承諾した場合は、第三取得者が代価等を支払えば、抵当権は消滅します。これが抵当権消滅請求の大まかな流れです。あとは、380条から382条を覚えておいてください。今回の解説は以上です。お疲れ様でした。動画制作の励みとなりますので、チャンネル登録をぜひぜひお願いします。